今奈良にやってきました。今日はね、どうしてもね、奈良の赤ちゃん鹿を取ってほしいということで、リクエストございましたんでね、奈良やってきました。暑いですわ、32度かな、今。自分ちょっと待ったぐらいですけどね。ここ鹿が名古屋でいいやけどね。これいいね。これいいね。ここ一回行かないかな。高畑さん。ここは名古屋でいいでございます。はい、一回入りましたけどね。入館料350円。はい、春日神社横を抜けて、あら、こんなとこにも石川さんがおるの。いますよ、いつも。あら、いやー、ここはまだ奈良公園じゃないでしょ。え、もうここから奈良公園ですよ。ここから奈良公園ですか。いや、いやいや、いや、小鹿さんいっぱいおるじゃないですか。そうです、はい。じゃあ、この辺にいらっしゃいますのか。はい。いやー、かわいいね。でも、だいぶ大きくなっちゃったから。せやけど、かわいいじゃないですか。かわいいですよ。ねえ。このまさか、買ってあるんじゃないでしょうね。買ってなかった。まさか。いや、作してあるから。あ、ここは公園ですか。あ、もう向こう。ここは公園なんですか。あ、そうなんですか。春日大社。春日大社。あ、そうですか。すいません。ありがとう。おはようございます。おはようございます。あ、させてくださいよ。ね。今日小鹿さん見に来たけど、目の前、まあ、入ってきたすぐから思ったらね、びっくりするじゃん。ほら、ここにほら、小鹿さん。お母さんと、お母さんと小鹿でございます。こんなに近くにもいらっしゃるとは、びっくりしまんかな。ちょっと大きくなったんやって。まだ、そやけど生まれて2ヶ月ぐらいしか経ってないやからね。こんな大きくなるもんかね。なんと言いますか。かわいいね。ね。この子、この子は何歳ぐらいかね。2歳、3歳ぐらいかね。え、あの子はね、男の子はね、あれ、角一本かね。こんにちは。こんにちは。あれ、こんにちはせえへんの？はい、こんにちは。こんにちはせえへんの？なんや、この人は、味の顔してな、だね。ね。はい、これ野生の鹿ですからね、目の前、こう1メートルもないぐらいのところやけど、これ。ね、1メートルフェンスはあったんですけども。はい。あとでまたね、ありがとうね。はい、どうも。あんまり喋ってくれんかったね。初めて鹿を取りましたのがね、3年、4年前かな、19年。19年か18年やったかな。古墳前の帰りにね、時間が空いたんで、ちょっと寄ってみよう思ってね、春日茶屋あたりでちょっと鹿取ってまして、ほんで、難儀なし取ってたんだけどね、そしたらね、鹿が自動ドア開きますやんか、口先通してね、それはちょっとびっくりしたんだけどね。それで撮ってましたらね、どれが撮ったかな、2、30分撮ってたかな、だかな、撮ったの。それがなんと YouTube アップしたら今128万回ぐらい見られてるかね。びっくりしました。なんかね、もうちょっと早かったらね、可愛かったのにね。で、この奥さん見たったんやけどね、こんなに大きくなるのかね、2ヶ月間で。いや、この子たちは違うね。違いますね。はい、こんにちは。はい、こんにちは。これ、この子1歳ですよ、まだね。2歳か。角が1本やから、男の子ね。これも2歳。
あれ3歳のが1、2、3もう3歳以上になってますけどね。ああ、容器おりますね。え、赤ちゃんはいないの、赤ちゃん時間は赤ちゃん時間いないの。はい、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちはしてくれへんのね。こんにちはしてよ。こんにちは。なんやって感じやんな。ね、おお、小鹿ちゃんいたか。赤ちゃん時間どこおんの。あ、ここにいたか。ああ、かわいいね、やっぱり。この子生まれて2ヶ月、3ヶ月だね。あ、そうらしいです。だからもうあと1ヶ月、俺は前に来るとね、ちっちゃいから可愛いやってもっと。ね。あのね、あれやってますもんね。はい。そのやつ今そこで、そこの地元の人が盛んに教えてくれたけどね。ああ、可愛いね、やっぱり。ほら。どれがお母さんか？あれ？2ヶ月ぐらい。これ、どれが、あなたのお母さん、どれや、どの人がお母さんや、この人お母さん違うやんか。お母さんどれな、お母さんは。あれかわいいね。おぉ、いっぱいや。ほら、鹿、どれがおるのこれ、1、2、3、4、5、15頭ぐらいおるのか、これ。ね、はい。この小鹿さん、お母さん誰のお母さんは。お母さん行かないと。ね、おお、ぴょんと。2ヶ月ぐらいです、この子ね。かわいいね。さ、わからんかな、どれが多かったんだな。あ、水が流れてるのかいな。あらあら。これ水飲んでもあんのか。なあ、この水飲めなんのか。おお、飲んどる飲んどる。飲んではるけど、この黄色いの何だろう。黄色いのはもうかな。ああ、なるほど。そこで飲んではんねんけど、あんまり綺麗じゃなさそうやけどね。あんまり綺麗な身じゃなさそうやけど、お姉ちゃん。大丈夫なあ。まだ飲んでんの。なんか藻がいっぱい生えとるみたいな感じやけどね。茶色の。黄色というか。いや、そうだ。この子、お母さんどこやろうね、お母さんは。なあ、うん、かわいいけどね。まあ、そう、逃げんでもいいかな。逃げんでも。なんか落ちてますか？食べるもんあんのかね、あんた。ね。はい、こんにちは。あ、かゆいですか。何を食べたんのかね。じゃれ道で何か食べてあんねんけど、何か落ちてんのかね。え、分からんね。あら、こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。してくれた。はい、はい、どうもありがとうね。